った聞いてなかった危なかったね象の両目には美しい宝石が光り輝いている。あれゼシカに合わないんだっけ。あ、来た。死んだ扱いになってんだっけ。あ、これこの人は死んだ。サビエルゼニーさん。え、この作品で誰を追ってるかっていう話は聞いたことある。なあ、なんていうか多分そこまで行く前で多分終わってる。あ、あのね、ドルマゲスってやつを追ってるって話は。あ、それはね、あのね、覚えてる。見てます見てます。あ、そう、見てますか。あ、見てますって俺の動画で見てるのか。あ、見てます。だからリアルタイムで今。なるほどね。追い返してるところだね。ほら、我が名はドルマゲス。これがドルマゲスなんですよ。なるほど。あれデスピサルとかじゃなかったっけ。それは違う作品ですよね。いろいろ喧嘩してんな。血は出てないの。いや、それはゲーム的にどうなのよって話。これで人殺ししたら2人目なんだよな。もともと魔物なんだっけ。いや、違う、もともと普通の人なんだよ。それはなんかよくわかんないんだっけ。一人で、なんで人殺しをしてんのかっていうのは、まだ真実は明らかにされてないんで。今後出てくるってことですか。まあそういう
違う違う、町の名前トラペッタっていう呪文はねえわ。だってこのなんだっけ一応とかでトラペッタとか言ってるから完全に呪文なんだトラペッタって言ってたそんなこと俺。いや見返してみ言ってるから皆さんコメントください、ね、トラペッタトゥルルルルっつって意味わかんねえ。あなんかなんかおる。あ逃げたやつ。オッケー、サンキュー。小遣い当たんだからだってさ、それ8ゴールだからさ、払えるよね。8円でしょ 4-4? 4-4 か。あ、え、だったら払えるでしょう。これ家にするとどうなったのかな。さよなら旅人のものって言われたのかな。そうじゃ、あれなんかやってる。銅の剣作ってる感じ。いやそれが違うんですよ。わかった、馬車馬を作ろうとしてんだ。なぜそこでポケモンが出てくる。馬車馬ポケモンじゃないよ。え、馬車馬っつってよなった。馬車馬って言ったんだよ。馬車馬思いっきり馬車馬って聞こえたわ。馬車馬作れねえよ。あ、ジェシカ姉ちゃんが元気になった。お、帰ってきたのか。右の人は、あ、あれか、あの、もどき違うか。いや、違う違う。ジェシカお嬢さんにそっくりの女性がお屋敷の中に入っていたんですか。ああ、そっか、まだ屋敷の中にいると思ってるのか。え、梅茶さんはさ、なんだろう、そういう村人の人たち全員をあのお話しかける人の人間ですか。ごめん、キプレイだからね。ね、もうピンポイントでいっちゃう。あ、なるほどね。あ、ピンポイントマシンガンね。そう、最悪。一番、そう、一番つまんないタイプ。最悪。ちょっと遊ぼう。でも、フィアンセには、ほら、話しかけたじゃん。いや、ちょっと顔が面白いから、ズームインしただけでしょ。最初に言って嫌われたの。もともとシスターだっけ。いや、シスターあれか、ドラクエソードか。ドラクエソード好きですね。ドラクエソードはね、やってたからね。まあね。あらら。なんであれか、あの、謝って許してもらってみたいな感じかな。魔王女王様系だね。これでこの服になるわけだ。さっきの服の方が良かったでしょ。絶対これあれでしょ。露出がすごすぎる。これが普段の衣装ってさ、相当男誘ってるよね。本当だよ。ねえ、もうめちゃそう危ないよ。いや、俺めちゃそうだってこれはナンパしちゃうタイプの人間だから。違くね。違くねえか。あ、あれですか、あの遠目で見ながらいやらしい目で見つめるタイプの人間ですか。ね、それだけはちょっと否定できないかな。まあ上だけだからまだいいよね。これがミニスカだったら大変でした、ね、やべえわ。あれ4にいたよ、なんかそういうおてんば娘が。ああ、ドラクエソードの、ね、女性はねもっとやばいからね、今度調べてみに。やばいからほんと。またこいつに話しかけとくか。ジェシカが出てしまい、なんで厄介になるのかよ。こいつ金だろ。金目的でここにいや。絶対そうだよ。あんなきついタイプの人間ってあの顔は一緒になれない。さて、ジェシカ追いかける旅？追いかける旅ですよ。ジェシカがいなかったら絶対ストーリーが進まないでしょ。どう考えたってこの展開。展開レタス。この人に話しかけると教えてくれるんだっけな。
ではないね。あれ誰かが知ってなかったかね。スケベな人って嫌われるんだね。ジェシカがどこに行ったかって話誰かが教えてくれねえのかな。どこに行かれたの。このあれ。あい、あれ。あれ。何もないよね。何もないよね。何もないよね。え、なんか見えないものが見つかりましたみたいなのない。あー、そういうのもあったけどね。それまあ後半ですかね。あの子供たちじゃない。お前ら知らねえのか。おい、逃げんじゃねえ。異常な、あるだろ。お、ほらー、ボルトリンク了解です。ペトラ取っただけ。なんだっけ、おっしゃった。了解。あれ、なんだっけ、ジェシカとあともう一人男つくよね。そうあの銀色のやつ。銀色のやつ割とすぐね、仲間になるよ。この辺の敵はいいや。カットって言う前に逃げ出せたからカットじゃない。これであれでしょ、恥ずかしい目を乗せるんでしょ。そうそれがね、動画の面白さですから。あれ今そ左に見ててさ、入るやつってさ、メタルスライムとかじゃなくて、これちょっと違う。あ、さっきの鳥だよ。鳥かよ。メタルスライムまだ出てこねえな。あの経験値だけ稼げるけどすぐ逃げる。ああ、そうおい、泣かなきゃいけないじゃん。カット。魔人切り。いや違う、魔人ゲーみたいに見えだけどね。ここでね、あの素人はちゃんと縦札を見るんですよ。あれ、あなた煙ですよね。まあそうなんですけど、一応ほら、あれ左はさっき行ったとこだっけ。そうで、今度はこっち側に行くと。え、さっきのあの炎のカエルはもう見なくて大丈夫ですか。炎のカエルは見なくていいです。もう一回あのギアとか受けたくないですか。いや、受けたくないっす。あれ、カット。カット。次のボス結構ね、みんなつまずくんだよ。あれ、さっき。それぐらいね。あ、さっきボスじゃなかったか。あれ、ボスじゃん。ボスなかった。そうだわ。あれは回想シーンだわ。そう、回想シーンだ。いや、このレベルでね、旅人の服いらねえって。何だったっけ ?35 円ぐらい。いや、このレベルでドルマゲスと戦ったらもう即死だから。ここであれトロールキング出るから。やばいって。そろそろベホエミ使おうぜ。ベホエミまだ先かな。あれ、主人公でベホエミ覚えるんだっけ。覚えるよ。マラーは？マラーは違うやつが覚える。よくマラーで分かったね。それはやってますから。なるほど。縦札一応読んでみましょうか。それだけ。カット。ありましたっけ、あんなの。カットできないね、かわいすぎて。カットだよ。え、何らかで使ってこい。分からない、それは俺に採用による。今の戦闘がカットになったかカットになってないかは、めっちゃその裁量によりますよね。本名は絶対消してるぜ。あれね、俺気づかなかったっていうのがやばかったね。気づかなかったのは、本名は。ほら、本名でさ、みんなで普通に話しちゃってるからさ、違和感ないんだよ。俺は多分、出てこないけど、多分、あだ名で呼ばれてるから。そうね。お互いあだ名だもんね。一人危ねえよな。危ねえし、まあ、誰がね、言ったりね。ごめんなさい。使うのピューよ。おい、何回信出してんだよ。余計なところ出してんじゃねえよ。本当だよ、ボス戦に出せよな。あー、いいね。猫好きなん。猫好きだよ。あ、そうだ。じゃあ嫌いなの。いや、嫌いじゃないけど。じゃああれっすか、秋葉のニャンニャンとか好きなんかった。あ、人間が猫になっちゃったっていうのは
残念ながら僕は残念ながらそうですか。あのがっつり獣ですね。がっつり獣がいい。人間は獣ではないので、あれあの猫の力を借りて可愛くなろうとした人間の末路っていう考え方なんで。あ、なるほどね。そうそうそう、人間の欲望ですね。ちょっとそれは違うんだよね。あ、来た来た、カット。え、それはあの守備力が弱くなっているとかそういうあれなの？あ、それあるかもしれないね。あるんだ。じゃああれですか、ちょっと分かりやすい例で何かありませんか？え？なんかほら戸惑っているの、ほら分かりやすい例をさ、ほら視聴者様にね。いやー、ちょっと無茶ぶりすぎますね。え、できるよ。743やったらなんか買えないですか？ここでまた揃えて、やばい、嫌な思いとかしませんか？あー、でもね、槍育ててないし、鎌も育ててないから、何にも買わないっすね。あ、そっか、これ育ててるものによって武器の強さが変わるっすね。そう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 。薬草。なに、条約草っていつ出てくるの？条約草では売らないんじゃないかな。え、待ってね、743でさ、薬草でどこで買えるんだろうね。4でしょ、まあ、とりあえず100は買えるよね。とりあえず100は買えるよね。持てないか、まず。銀行なかったかな。あれ、銀行ってあったんだっけ？いや、このゲームにあるんだけど、まだ銀行っていう。本当に非常識だよね。賢さのためだったからな。いやね、いや、そう見つけたよ。こんな契約書持ってれば大丈夫なの？ちょっとね、もう1レベルずつぐらい上げなくていいか。本当？このレベルで。いや、まあネタバレしちゃうともうすぐボスなんですよ。襲ってくるってことですか？襲ってくるっていうか、まあ、ちょっといろんな経緯があってもうボスなんですよ。あ、わかった、捕らえられてるんだ。あー、ちょっと違う。ゼシカが捕らえられている、うん、あー、その発想はなかったな。なるほどね、ちょっと斜め上を行ってしまいましたが、やっぱ想像力のかけらを、なんでもないっす。おお、オーケストラの格好のとこ、ドラマギスだね。それに踊りたいとすぐに海の中から巨大な魔物が現れ、船の行く手を妨害した。その魔物と戦うわけです。あ、そうなんですか。教会どこ？教会こっちだった。右上。ちょっとね、さすがに一回セーブする。え、なんだろう、梅茶草実況ってセーブしないで有名じゃなかったっけ？え？そんな話聞いてない。なんか鼻声になってきたし、ね、これ風邪ひいた。花粉症？いや、風邪ひいた。ね、あの、さっき爆睡してたんでね。そうですよね、あなたずっと寝てましたよね。寝てましたね、もう体調が悪かったんですよ。そう、あれなんですよ。カット。え、あれなんですか？え、風邪をひいちゃったんですか？あ、そう、風邪ひいちゃった。そう、僕がね、遅れてきたのも悪いんですけど、何時に着くかって言ってないんでね、僕2、3時間くらい待たされてるんですよね。ごめんなさい。いや、何時ぐらい、何時に来るかぐらい言ってくださいよ。いや、だって、中華街からって遠くないですか？今ピーヨン2つ入ったよね。ピーヨン2つ入ったよね今。あって言っちゃったからな。この回放送禁止ピーが多すぎる。やっぱほら、その楽しさをさ、ほら、まあね、視聴者は面白いよね。そうそうそう、視聴者ってやばいわ。これもしかして魔物ですか？これ魔物ですね。いや、違うわ。もう言い訳に待てないわね。まず謝罪だろっていうところ。そう、おい、待て、おいお前が先言ったんだろ。頼みたいことをまず頼まれる前に謝罪から先だろ。本当だよ。ねえ、今もう通すのに手を出せようか。先に、はい、出た。はい、出た。はい、出た。来ました。巻き込まれ
ツッコミをねしようとしてましたからよかったですね。分かってお見合い用意できました。はい、行きましょう。行きます。よっさてかさ、あのなんだろう、モブキャラさ筋肉めちゃくちゃついてるけどさ、ブロリーよりついてそうな気がしない？ブロ、うん、ブロリー級だと思う。カカロットとかいそうじゃね？カカロット、ごめんなさい、ピヨンだね。いや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 、いらねえだろ。決まりはないよ。セレモニー的な、そういう決まりはないよ。ちょっとこれから食べてますんで、やっぱ RPG ってさ、こういうさ、なんだろう、いいよね。はゼシカはまだ仲間、戦わないんですか？戦わないか。おい、待て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 、ゼシカ戦おうと思ってた。お、うん、ダメだろ。ダメみたいです。でだよ、一人です。ほん、え、本当にお荷物じゃん。え、なに、ちょ、待って、お荷物ゲーじゃん。ということで、こんなにお荷物ゲーだったっけ。リベック下げろ。下がんねえか。これがきちいんだよ。これいくら食らうんだっけ。うわこれはやべえわ。これはやべえ。られたらおしまいです。これはやばいわ。これやばいね。もう一発連チャンできたら死ぬよこれ。下げろ。よし、下げた。え、やばいやばいやばい。ちょっと待って、やばい、自分回復してる場合じゃなかった。やばい、これは時の運じゃない。まあね、防御しとこうか。いやいや、食べよう。結構強くだね。オッケー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 。なぎ払いってどれぐらい食らう。ああ、なんて言うんだろう、なんかそうでもないっていうか。ほら、さっきみたいにカットカット、逃げる逃げるとかやっちゃってたから。いや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 、でもね、ほんとみんなね、このオセアノンでね、つまずく人多いんですよ。そうなんだ。うわ、一発重いね。一発重いよ。ヤンガス回復させる意味がなくなってしまいました。これで燃え盛る来たら終わるよ。主人公は死ぬだろうね。主人公死ぬよ。え、ちょっと待って、主人公ホイミね、ホイミ、ホイミやってね。あー、びっくりした。呼んでいこう。これ呪文が先に動くとかそういうのはないんだよね。時の運なんだよね。そう、時の運だよ。うわー、まあまあだね。聖剣って取ってきやがった。これドラゴン斬りって、ドラゴンじゃないけど、まあドラゴン斬りやりたいからやろう。やりたいからやろう。いけ、おっしゃ、56で、ちょっと待って、放送事故で普通に放送事故。あー、やばい。あれ、これはあー、やばい。死んだ。やばい、やばい、やっちったな。これはきついね。やったな。これはちょっとやべえ、これ半額セールかもしんねえ。ちょっとチャソの今後にご期待ですかね。あー、これはダメかもしれない。梅チャソでしょ。いやー、梅チャソはね、あれなんですよ。梅チャソみたいにそんなの攻め攻め押せ押せじゃないんですよね。やばいやばいやばい。そう、もうこれも多分ね、皆さんが予想してる通りの結果になると思うので、あー、あー
死んでませんでしたっけ。いや初、あ初だっけ、初、あ結局追いついたんだっけ、回復が。そこ追いついた。ダメか、ダメか、これ半額になったよな。うわこれ、これリセットすればさっきの日記がこれ戻るんで。はい、皆さんズルしようとしてますよ。はい、しません、しません、ズルしませんでした、はい、はい、ここ全部 P を入れてやり直そうとしてますよ。でもどうせお金稼げるよ。はい、カット。でしかに王負けるとは情けないみたいな感じ言われるでしょ。さっきは不覚を取ったわね。あんなに強い相手だと思わなかった。お前が戦えば話して。そうだよ、お前が戦えばさ、結構楽になるんだよ。これ変わんのかな。また負けに来たのか。ああ、かわいそう。なんでヤンガス負けたからさ。また来やがったって言われてた。しぶりなの。結構あれだよね。でも食べたら美味しそう。まあわかる。さっき1ターン目に燃え下がる感やってきたよな、うん、ちょっと一発目来るんじゃないかと思って攻撃してみよう。あ、来たー。おー、ありがとうございます。オッケー、オッケー。こいつパターンあるな、多分つってもわかんないけど。で、こいつ攻撃、こいつ貯める。あ、違う、カブト割りだ。カブト割りをやんなきゃいけないんだ。まあいいや、ハイテンションで、ハイテンションでカブト割りやりゃいいや。で、早めの回復、早めの回復。なぎはらいい。これは主人公だけ回復すればいいか。そろそろ来るんじゃない。あ、思い下がるかい。もう一回ぐらい大丈夫じゃない。大丈夫な気がする。あ、でも次あたり怖いな。そう、さっき言ってなかったっけ。オッケー。でも来ても大丈夫。もうだいぶタイムが回復してるから。あ、でもなんか次あたり来そうだね。次は来そう、次来そうだね、次来そうだ。防御しとこうか。次あれじゃない、先制じゃない。あー、違ったか、違ったか。あ、でもやばいな、やばいね。ちょっと回復しとかない。いや、でも このままモロに来るとやばいから。あー、来た、よかった。危ねえ。主人公が死んでしまったら、主人公が死んでしまうと回復のすべがちょっと結構危なくなる。薬草しかなくなってしまう。死にってさ、その場で倒れるんだよ。そう。もう一回ぐらい回復されたらな、主人公。回復追いついてない感じなのかな。全然攻撃できてねえな、やばいな。待ってたけど、OK。 もうちょっと下がんないっすね。いけるかな、いけるで、次あたり怖いよな。攻撃が先に回る。2回目かな、この次の次だな。この次じゃん、この次怖えな、この次じゃん、この次怖えな。でもその体力だったらさ、お、もっとすげえな。30ダメージだもんね。そう、30ぐらいだから。でも次に先制されたら終わりだな。だから一応この時点で回復しとくんで。あ、違った、違った。あ、でもよかった、体力よかった。今度こそ次だよな。あれ、これは、あ、ほら、来た来た来た。オッケー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 。いや、防御してても20くらいからな。やべえよ、こいつ。こいつは攻撃しよう。他のレベルでみんないと思うから20くらいで。いや、そんなにしないと思う。あ、やばい。え、結構ギリギリでどんどん進んでちゃった。あ、そうした方がさ、見る側としては面白くない。あ、そういうことか。あ、やばいかも、あぶねえ。一だと、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえよ。おい、ちょっと2人回復しようか。ちょっと一応こっちが
これで展開でしょ。これで燃え盛る回来ても大丈夫。強いな、重いな。ギラは、いやギラは来ないだろ。さっきので全部オッケー。それはさすがにやめて。あ、思ったより強いじゃない。正直あんまり期待しなかったから。おい、まあね、負けちゃったからね。期待しなくても当然だよね。アルバートって言うんだ。じゃあ俺アルバートって呼ぶね。はや。アルバート、アルバートめっちゃいるけど。あれ、え、あ、アルバートだ。アルバートじゃないんだよ。アルバートじゃない。アルバイトみたいな感じじゃない。いや戻さなくていい。結構ね、黒歴史が。当時の約束忘れてたわ。山賊と、え、盗賊と間違えちゃったと思って、ちゃんと謝らなきゃいけない。いや、え、待って待って待って。人侠。いや、人侠一家っすか、この人。わからんやつやな、ほんと。キリト人長ですか。キリト人長に来てる。でもなんか、ああいうタイプってさ、ああいう顔ってさ、ショートしたらさ、バケモンみたいなのありそうじゃないですか。あ、ありそう。ありそうだよね。あの顔だからもう、たくさんありそうだよね。なんだっけ、お色気ビームとかあったっけ。あー、お色気スキルあるよ。この街エリオット準備があるでしょ。いや、別にないかな。え、仲間になったの。いや、まだ待ってない。とりあえずじゃあ宿屋に泊まってくる必要ねえな。次の町で泊まってくれ。いいや、 OK。 あ、いいよ。でもなんかね。ああ、なんですか。来ました。え、ちょっと家にする。最初はさ、いや家にするのさ。いやいや、それだけは勘弁してくれ。マジか。仲間にくだわり。あれでもヤンがさ、強制的に仲間にしたんだっけ。そう。あ、だからもう最初から仲間だったんだよ。最初から仲間だった。別に忘れてはないけど。